愛知県豊山町の県営名古屋空港などに爆破予告のメールが届いていたことが分かりました警察などによりますときょう午前6時ごろ名古屋空港の管理会社や愛知県などに高性能の爆弾も入手した名古屋飛行場と小牧市内の教育施設を爆破するなどと書かれたメールが相次いで届きましたメールには、 爆破時刻は午後3時34分と具体的な時間も書かれていて通報を受けた警察が空港周辺も調べましたが今のところ不審な人物や爆発物と見られるものは見つかっていないということです県営名古屋空港はきょう平常通りの運行を続けましたが警察は警戒を続けるとともに威力業務妨害の疑いも視野にメールを送った人物の特定を進めています